ハロー皆さんどうも。今回ですね、パワープロ2018パワーフェスで優勝するための攻略法をまとめましたのでご紹介したいと思います。それではご覧くださいませ。引き継ぎ要素を利用する。パワーフェスはルーキーであろうと簡単には優勝は狙えません。ノーマル以上であるなら1回戦ですら厳しい戦いになりますからね。基本的に周回することが前提に作られています。引き継がれる要素は以下の2つです。選手図鑑について。選手図鑑は登録した人数に応じてパワーフェスで仲間にしたサクセスキャラの初期メンバーの数が増やせるという効果があります。サクセスキャラを最初から数人連れていけるので初期よりも勝ちやすくなりますね。初期プレイでは本当に雑魚しかいないですし、普通のフライでもエラーしてしまいます。まず試合にはならないのでルーキーで周回して図鑑埋めを優先するのも作戦の一つです。選手レベルについて。試合で得た経験値でスカウトした選手のレベルが上がります。レベルが高いほどに選手の個性に合わせて能力が高くなります。前回のプレイから引き継ぎ可能なレベルは10まで。引き継ぎプレイではレベル10からのスタートになります。対戦チームの選び方。まずは選手図鑑を埋めるために誰でもいいので仲間を増やしましょう。ルーレットで3人獲得を引き当てるのも大事ですね。欲しい選手のタイプは優秀な先発投手&キャッチャー丸、打撃力が高い野手です。そして選手図鑑を埋めるために未獲得のキャラがいる相手を選んでください。とにもかくにも初期の手駒を増やすことが大事ですからね。隠しキャラやタッグコンボを意識するのもいいでしょう。強力なアイテムを持つチームもいますので、それも意識するといいでしょう。戦力を整えたら、より経験値がもらえる相手を選びます。主人公の能力を上げる。仲間の方が強い状態になりがちですが、主人公は自由に育成できるのが売りですね。試合で多く経験値をもらえる相手を選んで勝ちましょう。野手の場合はパワーオアミートを中心に上げる。特殊能力はパワーヒッターオアアベレージヒッターを習得しましょう。その他にも広角打法、チャンス丸、対左投手、ムード丸も優秀です。投手の場合は仲間が十分に強くなるので抑えに特化するのもありですね。そうすればスタミナに割く経験値も他に回せますので。抑えの場合は球速145以上、コン D 以上、変化球3つに変化量2以上くらいを目安にするといいと思います。先発の場合は球速140以上、スタ C 以上、コン E 以上、変化球2つに変化量2以上くらいが目安になるかも。特殊能力は打たれ強さ、対ピンチ、対左打者、脱三振、低め丸、切れ丸が優秀です。これらの攻略ポイントを参考にしていただければクリアはかなり近づくと思います。まずはルーキーで仲間を集め、慣れたらノーマルでのクリアも狙ってみましょう。あとはマネージャー選びとかそういう部分に工夫するのもいいと思いますよ。以上でパワープロ2018パワーフェスで優勝するための攻略法をまとめましたので、そのご紹介を終わりたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。バイバイ。